最後ははーって言いたかったんですけど、ちょっと喉がおかしくなりましたね。はい、皆さんどうも、ささやきハマリパンでございます。サムネの通りですね、今日もささやきパでシーズンマッチやろうと思います。ただね、中身一緒だと面白くないんで、てかね、面白くないっていうか、見つけたのよ最強の編成を。昨日ね、結局最初1120だったんですけど、ちょっとささやき試しにやってから動画始めたのが確か1160だったかな。そっからさらに持って昨日だけ200盛りぐらいできたんですよ。230盛りか、全部で230盛りささやきで、無補正でですよ、しかも。でね、気づいたのよ、昨日の編成とちょっと変えました、これ。昨日はロッティが入ってたんですけど、ロッティ事故るんですよ。なんかね、このこいつもそうだし、このメティルね、こいつもそうですし、パナリアもそうなんですけど、4枚以上っていうコマがね、結構アタック低くてロックで釣られちゃうと。でロッティもね、下から2番目か3番目ぐらいだったんで、ちょっとロックで釣られるとまずいなと思って、まずね、ロッティをこいつにしました。これ樹状細胞っていうらしいな、俺気状細胞って呼んでたんですけど、これ図鑑で調べたら多分樹状で出てきたんで、樹状細胞ですね。なんか体内にあるなんか枝状の細胞だとか書いてありましたけど、なんかよくわかんないこいつね、俺全然注目してなかったんですけど、全てを兼ね備えてるんですよ。ガブリエルってまず通常ダメージをカットするんで、通常カットはいらないと。で3ターン特殊 75% ってことは、これね、特殊だけだったらキーマモより高いんですよ、カット率が。でさらにコンボスキルがね、5枚以上って1000円ありますが、コンボがね、ささやきのダメージを持ってるんで、これめちゃめちゃ強いぞ。うん、成り打ちとかでさ、下辺にさ置くときに、コンボ強いやつがいいんですよ。でこいつそういうのに適してる、ちょうどいい。3ターンカットしながら、しかもね、こいつに当ててきたら3800までダメージ出るぞみたいなね。強くない、これ。俺注目してなかったけど、こいつめちゃめちゃ強いですね。しかもステータス高かったし、今日ね HP 上がってるのあれですけど、で見てください、ちょっとね今日ね、アタック下がってるんでね、ちょっと見にくいですが、こんな感じです。調整しました。なるべくね、ファナリアとね、このピンク髪が出ないように、ほらピンク髪にアタック振って、でファナリアへもアタック振りました。でピンク髪の方が上にしとこことによって、最悪ピンクとファナリアが手駒に行った時に、ファナリアがロックで釣られてフィニッシュできるっていう、そういう魂胆ですね。なるべくね、アタッカーを残しつつも、下にね5枚採用してるんで、ロックでもなかなかねささやけなくなる状況がなくなるんで、こんな感じでやっていこうと思います。ちょっとね、昨日と違いはこの樹状細胞だけなんですけど、こいつ出ただけでね、マジで最高昨日9連勝したんで、やばい出来。昨日のミラティブでね、マジで勝ちまくったんで、この出来で今日はシーズンマッチやっていこうと思います。あんまり教えたくないですよね、こういうレシピ。みんな使っちゃうからマジでね、カットがね早すぎ、昨日もね何回かミラで当たったんですけど、マジでさ、シンデレラ同士のカットでさ、すげえさ、だるいのダメージ出ないし、あんまりね、ささやき使われたくないんですけど、今日はこの樹状細胞も入れたカッチカチの、まあ、ガンランス、モンハンのガンランスはね、いろんな戦い方あると思うんですけど、俺が好きなのは盾を持ちながらツンツンつつく戦い方が好きなんで、あんな感じをイメージしたガンランスデッキで、今日はシーズンマッチやっていこうと思います。いくぜ。オッケー。このね、アポロをね、貫通できるほどのパワーを持ったささやきパナの全然余裕ですよ。はい、出る場所大事だけどな。オッケー、風車がね一番やりやすい。でこれロック来ても全然いけるんでね、いける。ただね、ここで出てくるコマによるかな。なるべくねバイスは切りたいのよ。このデッキの弱点はね、罠なんですけど、バイセを出しちゃうと、バイセ出してさらに次のターンの罠置かれると、バイセのダメージプラス次出すコマの特殊も出ちゃうんで、まあ、これ罠良かったですね。安く返せるのと、まあ、デニアドか一番いらんな。ここのタイミングでデニアド来ちゃうと、いやね、多分まだリリティエとマイティがいるんで、そう、罠が重なった時が怖いね。
そう、金魔門とか600でも他の駒と合わさると2000以上になっちゃったりするんで、あーオッケーオッケー、まあこいつはまだ出せないで、ここで一番火力が出る駒は投げとく。罠が来た時にね投げづらくなっちゃうんでね、投げます。はい、ブラジルならもう2枚返ししちゃっていいと思うんだけど、どうだろうか。こうリッチとか多いんだよな、あのここの B さんにリッチとか置いてくる人。まあ X 来るかもしれんな、 X だな。だったらカチカチムービングいきますか。私が守ろう。座吹角を置いちゃっても良いな、角じゃなくてあの座吹で囲っちゃっても良いな、これなら。まだねこいつもいるしだいぶ有利なんで、いやこれね、C1 にね金魔門とか置かれると詰むのよ。罠だるいなこれ。どうしよっかな、行きましょう。こちらもいいかもしれん、もう行きましょう、攻めの時ですね。多分これ相手ね、これ一回 C1 に金魔門か、金魔門ならいい。ささやけないんだよなこれすると。これ間違いだったかもしれんな。どうしよっかな、これ一回2枚いってからの方がいいか、攻めましょう。で相手多分 D1 に置いてくるんで、 D1 置いたらこの騎乗細胞を、騎乗じゃなかった間違えた、樹状細胞をがっちりと組みたいんですけど、それでもカット足りんな、多分座吹も投げちゃってるしな。金魔門くればまだ、見よだよな。そうなんですね、これ結構つらい。ビナも来たんで取れますか、これ取ってさらにカットしたいんだ。でも俺もダメージ出せてないんだよなこれ。これ C5 多分繋いでこない、あでもアポロンで繋いでくるかな、繋いで8000ぐらい出るくね、もうちょっと出るか、9000近く出るか、全部で通常も合わせて9000ぐらい出るか。ビナもあるしまだ耐えれるけど、体力が持たないな俺の。これ取りますわ。ここで金馬欲しい、金馬金馬金馬、そろそろ金馬来ないと負ける。来た OK、 ここですね、ここ置いてまずガードする。まだイモれる、まだ頑張れる。騎乗細胞が効いてるじゃ多分飛ばないから、つなげられても相手 A2 かな、 A2 かだな、 A2 だよな多分。 X もあるな、X もあるわ。飛ばないまだ。騎乗細胞が効いてるうちに攻めたい。こいつとこいつで多分 50% 近くまでカットしてるんで、まだ飛ばないと思うが、わからん、飛ぶのかな。これ相手 A2 だな、 A2 が最善なんで、どうしようかなこれ。カットがもうなくなったんでビナ取られると負ける。ここで一回カットの、まだ飛ば、飛ぶなこれ、12000出るからな、無理だな、ビナだけじゃ耐えれん。
あ、金馬もいいのか。まだ金馬残ってた。5000じゃ耐えれんな。ギリ耐えるか。ダブコンだよな。でもダブコンだけどこいつのゾノ、あ、ゾノバじゃない、これ3体カット入るから、ここで、まあ、飛ばないな。惜しい。飛ぶのか。頼むぞ頼むぞ、お前飛ぶのか。飛ばせるお前。エッグエッグカットやばすぎ。あでもね、これね、シンデレラ1枚なんとかなるんですよ、引ければね。この手駒ならもうさ、やめよう、ささやくの。うん、この手駒ならささやくのやめよう。オセビューに乗った時にね、あのなんかささやき側にもね、あのオッズが、オッズっておかしいな、ささやき側にもね来るようにね、一応ね勝ちに行くムーブしますわ。オッケーオッケー、これはねもうね繋ぎます。オッケー、こいつも使える。今回いいんじゃない、手駒ここ繋ぎます。カエンってのはこの大小ムーブきついんですよ結局。んーで、相手多分2枚返ししてくるかな、これ D1D6 に、あのあいつなんだったっけ、あの X カエンの、名前が出てこん、出してくれればいいんだけど。はい、名前覚えてる人いたら教えてください。なんだっけ、あの X カエンのやつなんだっけ、忘れたわパーラ、パーラか。まあパーラだったら金馬燃えちゃっていいな。これパーラのコンボはねあれだけなんで、なんだっけ、あの全部忘れた、あの下級だけなんで全然 OK ですね。なんだっけあいつ、あの X 回のやつ、名前マジで思い出せん。ちょ、もうさ、この替えの試合ずっとそればっかりになっちゃう多分。なんだっけあいつの名前、それだけでさ、もうさ今日のなんか記憶が、あーこれだるいな。何やったっけあいつの名前、なんか教えてください。ね、何やったっけ、何やったっけ、出してくれ、頼む頼む、出してくれよ。あの X 火炎のあいつだよ、なんかひげ生えたさ、なんかファビオみたいな名前のやつ、何だっけあいつ、名前忘れたわ、完全に忘れた、何やったっけここに来い。だったら、これ2回使えるから、こうすれば、何やったっけ、何やったっけあいつ、出てこん、助けて、出てこん、出してくれ頼む。オッケー、フォーティーやね、じゃあこれ取りますわ、頼む、多分シンデレラ来い、まず来れば勝ち。ビナーセン、まあ、2回コンボ使えるんで、まあ、1回ねここね。何やったっけあいつ、何やったっけ、あの X 火炎のやつ、出してくれよ頼むから。俺あいつを思い出せなくて夜も眠れないよマジで。はいはい、何やったっけずっとそれしか言えん、もう、名前が出てこんな、何やったっけ、やばい名前が出てこん、何やったっけ、やべえ、ずっと名前出てこずに終わっちゃった。ちょっとこの試合終わったら検索します。何やったっけ、まあいいや、勝ったから、はい、番狂わせ、あふー、何も使ってないなこれはい、アポロン、ごめんなさい、思い出しました、ブルハです。
思い出したっていうか調べてきました。ブルハでした。ブルハでしたわ。そうそう、ブルハね。あの X 火炎が来たらまずいかなって言ってましたけど、ブルハでしたね。うん、ミスったミスった、全然思い出せなかった。なんでファビオみたいなやつって、全然違う名前。ブルハでしたね。そう、あいつをねうまく使ってくる火炎が最近多いね。うまいことね X ラインに集めて、でブルハでなんか一気にポワッと回すみたいなね、多いですね。ブルハ技あり火炎ですね。あれ、俺火炎知らないから、普通に火炎使ってる人だったらそんな当たり前だろうみたいなこと言うかもしんないですけどね、俺は知らない火炎を、まだ知らない。ブルハ強えわ、うん、思い出した、よかった、なんかすっきりしたわ。ずっと前の試合ね、もうブルハのことで頭いっぱいで、火炎と戦ってることすら忘れてた。もうなんだったっけあいつ、なんだったっけあいつしか言ってなかったもんな、試合の間。なんか勝ってたわ、知らん前に特殊出しまくって。いやね、強いんすよね普通に。いやー、これはね一旦ね、金馬もですね、これ風車でいいかなと思ったんですけど、風車だとねなんかあんまり好きくない。俺は X から行きたい。好きくないっておかしいけど、これねアリスじゃない、間違えた、似てるんだよなあいつ、見た目が。シンデレラが出せればワンチャンありますが、まあサニアね、それ強いな。風車だとね結局あんまり変置きできないんですよね。だからもうね、ここね X にね思いっきりね縛いちゃっていいと思うんですよ。 X でが一番やりやすいと思うが、どうだろうか。まあ、X だなこれ、変な罠とか置かれる前に X でもう火力を出しちゃう、これがね強いんですよと思う。強いんですよと思うって日本語として成立してない。もうね俺ね、さっきのブルハでね頭おかしくなっちゃったから、これサニアだから、これ結局 CHR の方が強いんだよな。こいつ置くよりも後々のコンボ考えたらこいつ置いちゃってた方が楽なんだが、まあこいつでいいか。そうダメ、こいつの方が高いからな。2000なんだよなこいつ特殊、うまいんだよな。相手どこ置く、これ E、あ DL5 行ってきてもザフキで一応蓋できるからザフキで蓋する。ザフキ置いた方がよかったかなここに。いやでもな、金馬も効いてるうちにあんまりザフキ置きたくないんだよな。これだともう一旦金馬もあるから、一旦2枚返しで、まあ、こっちの方がいいか、なんだかんだ OK です。ここ2枚返しで1回しばきます。はいはい、これ2枚返しされるとさ、混角なんだよなこれ。そうなんだよ、そこが弱点なんで、ほんとあんまり良くなかったんですけど、まあ座吹があるんで、座吹角置きますか。座吹角を置いてもいいが、罠剥がせなかったこと考えるとか思ったけど、罠剥がせるのか普通に。デレラからだな、デレラ一回置いて、ここの間埋めれないんで、相手ほぼほぼ相手積んでるんですよ盤面が。シンデレラ置いてデレラとか言っちゃったわ、なんかすごいかっこいい訳し方しましたね。デレラ置いて、でもねカチカチでいきましょうか。これより最終作戦をつける。この罠だるいな、もう一枚罠逃げてるとだるいんだよな。こうだ、座敷置いて、まあ、次あったのマイティか。こんだけカッチカチなら多分飛ばねもう強すぎる、これカット率が高すぎて、で相手あそこ埋めれないんで、置くところ1箇所しかないと、2箇所か、まあ相手 C2 だろうな。 C2 置いて次埋めてってムーブしてくるんですけど、
それはまずいな。この騎乗細胞をね一旦置きますわ。座吹きと重ね書きしてちょっとでも火力を落とす。アポロンも いやこれだってビナ来たらさきついもんな。これビナ来たら一回ビナで守らなくちゃいけないの。クールラか、大丈夫これ耐える8000あるから実質ビナで1万6000の HP になるんで、大丈夫ですね。ここでしっかりと守っていくと。ただね相手もビナあるとだるいんだよな。でもこれでもほとんど相手の体力ないかな。ビナ打っても6000でしょう。飛ぶなさすがに、うん、飛ぶ。これはここでビナ入ってきてもらう。これ飛ばん。これ絶対飛ばん。通常もカットしてで特殊も買って。何このカチカチ買って。マジで買ってよこれ。いや罠以外はね止める術ないよ。もうずっとカットするから。さすがに、あ落ちてねえか。オッケーオッケー。これはねアポロンキラーですね。こんだけカットモリモリで入ってると硬すぎる。あいー強すぎ。俺とあんたは友達。マジで強すぎ。オッケー。マナグリに対してはだいぶ強いぞ。ただね大竹、あーでも強いなこの引きは。大竹が怖い。大竹が怖いのと支え切ってどうしてもこの初手にね運ゲー挟むんですよね。ここでガブの出る場所によって俺の進行が変わってくるが、これなら OK。 一番いい X 来たとしても何来たとしてもこれが一番動きやすい。まあ殴り X 来るかもな、もしかしたら。あれ来なかった。だったらどうしよっかな。金馬引けばな勝てるんだがな。これロックの可能性もゼロじゃないんだよな。ヘンロックは弱いけどな。でもヘンロックしてくる可能性ある。これはヘンロックだけが負け筋かな。こいつタスは頑張って振ったんだけどな。ワンチャンあるなヘンロック。普通に伸ばしロックなら大丈夫。まあまあブラジカだったら今んどこねシンデレラ置くしかないか。うんだな、シンデレラ置くしかないな。これは仕方ない。他に置く駒がないもん。オーケー。次 X じゃなければあれなんだけど、多分 X で来るよなこれ。うん、風車なら2枚返し X だよな。まあここは想定内。これ伸ばしたら伸ばしてくるムーブが一番辛いんで囲っちゃった方がいいと思います。多分まだシンデレラ効いてるうちにね。なんだっけ、サスター車じゃなくて忘れた。またわからなくなった。あれですよ、デンクだった。名前がデンクだった。まあ名前が出なくなった。何やったっけ、名前忘れた。 OK、 キンマモン来た。サスター社違うな。投げてくんねえかな。また来たわ。また始まった俺の記憶喪失。何やったっけあいつ。特殊ダメージの出すやつですね。特殊コンバートのやつ、超ゴマの。何やったっけ。また飛んだわ。やべえジジイやん。もうもっとお菓子をもらうのです。これ特殊絡むのめちゃめちゃ嫌なんだよな。その罠嫌だな。
これ金馬効いてるからこっち先行ってもいいんじゃね、知らんけど。何やったっけ、クラリーチェじゃないし忘れた名前、完全に忘れました。これダブコンなんだよな。うん、さすがにキーマモンとさ、これあっても無理か。大竹とかだったら飛ぶけど、まあ大竹持ってないな、多分ここ来るってことは。でちょっと怖いんでビナ張ります。さすがにね、ちょっとさすがに死んじゃうんで、これホンダブコン死んじゃうんで、みんな貼っときます。怖すぎる。何やったっけ、スナイフィルね。 OK、 ね名前が出てこなくてちょっと困ってる。削り取れ、何やったっけ、終わるまで。エルドージじゃないし、これ飛ばないでしょ、これ。キンマモン危ねえ。さあ行きましょう。ちょっと危なかった今の。あ、こいつだ、スティーリアだ。ありがとうありがとうありがとうステイリアだ、思い出した、ありがとう。勝った、ありがとう、ステイリア。そう、ステイリアですね。もうアポロンしかいねえな、やっぱり、ね、今の環境アポロンが多いんですよね。うん、まあでも金馬も引いたから多分いけるな、これ、まあ、先行にこいつを出る場所に OK、 完璧。やっぱね、先行の場合風車の方がね変容器が多くて、昔だとねやっぱりね、こう召喚系のデッキって成り打ちの方が強いかなってイメージがあったんですけど、このデッキね変容器駒が多いんで風車でいいと思います。私頑張ります。うん、こいつで2200出るんで、もうこれを打っちゃいます。先に先に打つ。はいはい、罠とか置かれる前にさっさと打ちましょうか。でここでリリティ置いてくれるとめちゃめちゃありがたいんだよな。なんならなんならね、あーリッチね、まあここの次のリッチじゃないだけマシか。ニリティエ置いてくれた方がありがたかったな。ちょ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 、あ、こいつも強い。完封キャラ来ましたね完封ブーム来ましたね。はいはい、まあね、アポロンはね基本特殊でねポン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 飛ばしてくる気なんできついと思うんですよ。ファビオね、ファビオは強いな。ファビオ強いけど許容だな、さすがに。うん、こいつからこれ封鎖しましょう。どうしよっかな、これ。本当はねアリス先置きしない方がいいんだけども、どうしよっかな、これ。まあでもアリスじゃねえ、間違えた、また間違えた、シンデレラだったこいつ。名前はね間違いですよ、これ。なんか似てるんだよ見た目が、これアリスとシンデレラ。いやー、ここに置いといた方がいいな、こいつコンボ強いから。でここら辺で罠来ると思うんだよ、罠来たらこの樹状細胞。オッケーオッケー、それ弱い。なんならそのコンボはめちゃめちゃ弱いぞ、何も食らわん。でここで樹状細胞置いて一回守ります。私が守ろう。うん、こいつだな、ちょうどいい。こいつでさらにカットを固める、もう何も食らわんぐらいのガード率で、相手がここで2枚返しが弱い駒だったらもうシンデレラつなげちゃっていいんですよ。そっちか、うん、これまださザフキーいるからさ、
角からの方がいいのかな。いやもう繋いじゃおう、罠とか来るからどうせ。これまでか。で次座吹角を置いて、おいおい俺の弓をかわすなんて、さてはあんたただものじゃないな。あれで2枚返ししてくるから、ラブコン組みに行くためにね、英語に英語を置いてくるから、ラブコンはまあ許容できるような、別にザフキもいるし。てかこの守護とさ、これのトリコンか、トリコンでもあんまり強くないんだよな。あそこでアポロ打つ、まだもう一旦あるな。あなたを思う人がいるのです。これこの隙間埋めれないからこっちからだな。罠来たらどうしよう。なんかめちゃめちゃ重くなってよ、ささやきのこのピカピカのせいでめちゃめちゃ重い。今時が止まったもんな。でもこれ思いっきり返すと相手きついんですよ。うん、これ思いっきり返しちゃうとね、今度しあのシンデレラのコンボ開くんで。私の言うこと聞いてもらうわよ。全力展開、大爆発。これ全然出んダメージ。全然でん。でもう一旦座吹きあるんでね。今のところこいつ出るし、しかもあこういう時に出ちゃうね、ファナリア。まあでも相手送る方ないし、もうバイスでも飛ばんし、まだ座吹きもう一旦あるんで。追い詰められると余計に燃えてくるな。あれ止まった。でしかもね、相手ねビナ配置できないんですよこれ。ここダブコンですね。ダブコン、完全なダブコン。勝てえなこのデッキ、マジでカチカチやんけ。絶対止まんこれ。なんめちゃめちゃ重くなってますねこれ。なんか押しても反応しないんで。オッケー、これでとどめと。これ火力おかしいぞマジで。火力っていうよりかは防御力だな。アポロン完封できるかな、罠ない限り。あ強すぎマジで。これ新時代の最強デッキだやっぱり。はい、これね気づいたわ。前までね、ささやきいてアポロンきついイメージあったんですけど、シンデレラの加入でね、アポロン結構楽に枯れますね。カットカットカットでもうね、アポロンがダメージ出せないな。ただ罠がきついんで、弱点としてはマフェリきついね。サタンとかサスタとかね、ポンポン投げられると死んじゃうんで、ちょっとねマフェリとかで、ね、マレッキーがきついですけど、それ以外のデッキにはね、あと火炎もきついか。火炎もね頑張って特殊で倒したりとか、シンデレラ引いて無理やり削り切ったりとかできるんですけど、火炎もきつい。あと一番きついのはアレスだったな。なんか昨日のミラティブの放送とかでやってた感じだと、うん、その辺のデッキに当たんなければ普通に5分以上で戦っていけると思いますんで、まあ、皆さんもねぜひとも使ってみてください。昨日と同じようなこと言いましたが、もうね多分ね火力は足りてんのよ、守っていけるから。あと盤面をミスらなければ、例えばちゃんとね辺にね特殊カットを切ればほぼほぼ負けないと思いますんで、皆さんもこのカチカチ神ささやきデッキやりましょう。ミラーの研究とかもした方がいいな。今からミラーとかも増えてきそうなんで、ミラーの立ち回りとかも研究しつつやっていきたいと思いました。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。